動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。元祖 SD ガンダムバトルアライアンスやっていきましょう。レッツゴー。これ普通にロードでよかったっけ。アップデートデータ、バージョン 1.10 が適用されました。プレイヤーパイロットの限界レベルおよび、モビルスーツの、限界段階が上昇しました。ブースターパックが適用されました。で、限界突破素材を入手しました。キャピタルチケットを入手しました。あれ、フェニックスガンダム入手券が適用されました。やったぜ。さあ、というわけでフェニックスガンダムですね。フェニックスガンダムは開発もう20アップされましたねそんなにやってなかったかね。チケットをやりました。ですね、ユニットのシナリオパックがね、適用されましたね。これがですね、ガンダムエイジとナラティブですね、あれが解放されましたね。まあそちらはちょっと後々の方にして、でまあちょっと久々に、実況をやるわけですか。この間にですね、あの東京ゲームショウの方でですね、このバトルアライアンス紹介された時に、そのダウンロード、コンテンツ、コンテンツの、イベントが紹介されたんですけども、その中にですね、スペリオルドラゴンが使えるというですね、もうとっておきの情報がね、入っておりまして、もう僕はもう楽しみで楽しみで仕方ないっすよ。ただこの今の段階でちょっと気になるのが、武者ガンダムの存在がね、武者ガンダムの存在がね、まだ明かされてないんですよね。なんでだろうな。で、スペリオルドラゴンがプレイヤブル化されたっていうことは、それはもうコマンドも武者もプレイヤブルね、その上位の的な存在がプレイヤブル化されるんだとは思いますけど、となるとコマンドの場合は、フォーミュラー、コマンドフォーミュラーだったっけ、F90、フォーミュラー F90 あたりがなると思うんですよ。で、武者ガンダムだと、武者ガンダムの場合はですね、3代目ガンダム大将軍になると思うんですよ。初代はまた別なんで、で、2代目が、あれは、若い姿はなかったのかな。2代目はちょっとわかんないですけどね。3代目が、武者ガンダムが、出世した姿が3代目となっておりますね。ちょっと楽しみですね、それはね。はい、というわけでですね、せっかくフェニックスガンダム、どうしようかな、フェニックスガンダム来たから、フェニックスガンダムをちょっと使っていきましょうかね。というわけでチューンしていきましょう。早速フェニックスガンダム、ニューンニューンニューン、お、これは足りるか、足りましたね、ちょうどですね。ああ、そうかそうか、所持の方はまた違ったわ。というわけで、フェニックスガンダムに拡張パーツ、オートガードは、まあ、いや、オートガードじゃないかな。いや、ちょっとオートガードにしとこうか。他なんかなかったっけ？いないね。で、モビルスーツやりました。強化はこれだけか。あ、違う。はい、アイテム。キャピタル。所持20。いつの間にか20も持ってるぞ、俺。そんなに持ってる？まあ、とりあえず置いとこう。
セッティングは明日、アイテムは明日、領域情報。限界突破、限界突破のやり方はいまいちよくわかんない。はい、前回は、08か。08をやったんだな。08をやって、あれだ、グフだ。グフカスタムを逃し、逃がしてしまったんですね。まあ、再戦したいかなとは思うんですけども。いや、ちょっと待てよ。違う。ですね。ディテクトリを移動して、チュートリアル。ちょっとね、性能を見たいんですからね。性能を見たいから、性能どこで見ようか。チュートリアルばっかり。サンクキングダムどこだっけ。ここか。ここですね。ちょっとサンクキングダムですね。サンクキングダムでですね。フェニックスガンダムの性能をちょっと見てみましょうか。んでんで、この領域ですね。領域のやつは、特定のキャラクター同士を、つなげると、なんだ。特殊な会話が聞けるみたいですね。なので、今コマンドガンダムやってたから、コマンドガンダムとアムロは聞いたのかな。んで、ティエリアなんか喋ってくれるかな。時が来たよ。意外とアニメが違ってもなんかつながり、サンライズつながりで喋ってくれる場合があるみたいですね。はい。とりあえずこれで出撃してみましょうか。会話があるのかどうかもう兼ねてですね。ここが首都ニューポートシティ。こんなところが戦場に。そうですよ、戦場ですよ。ミッションプランを開始する。ゴーヘイ、出撃だぜ。ついてきな。あ、ないな。この組み合わせなかったな。そうそうそう。こちらはマグアナク隊3番隊。カトル様は戻られているの？カトル様だって、まだ戻られていない。この時点でサンドロックがない。ガンダムエピオンは？エピオン？何のことだ。それじゃあリクルティアノイン特有は？通信が繋がらない。ここを我々だけでも。サクラ、どうなってるの？本来、ここにいるべき人たちが、軒並みいないんだよ。じゃあ、エドモントの時と同じく、小隊長と私たちが、そういうこと、まずは補わないと。これが、小隊長、ああ、しまった。マグアナク隊の意地を見せてやって。ガンダムサンドロック。あれって、バルバトスと入れ替わった、ランバランバイの部分？にしても、数が多くない。ルフ自体は量産機だからおかしくはないけど、確かなんか変形できたよなこれ。あれもない、あの人もいない、あれもない、あの人もいない、そんなの、あの人はもういない、あの人はもういないからってね。これはフィンファンネルっぽいやつだ。人も物も、そしてバンダムも、この歴史を動かすキャプターが全然存在してない。じゃあサンクキングダムの代表リリーナさんもいないんじゃないの？王国解体宣言はさせないんだ。この戦闘を終わらせる方法がない。カトル様さえお戻りになれば。宝箱を取っていこう。まあキャピタルだけだけどね。おお、敵増員確認。ひるむなよ。マグアナク隊の誇りにかけて。キュッ、後ろはやばいな。ちょっとやってなかっただけで、あの操作方法をすぐに忘れる。
あのゾイドの方の実況もやってるから、そっちの方にちょっとねコントローラーのあれを、コントローラーのやつを引っ張られてるかなっていう感じがするね。このまま抑え込むぞ、気合を入れろ。またグフの増援、マグアナクサイ、めっちゃグフ。ダッシュどれだ、ガード違うね、あ違う違う、もちろんこれでランバラル隊員ユノ、ブレイクアラート、違う、ブレイクアラート。ハロ、どうしたの急に。アラートって何これ。介入プログラムを検知、チームブレイカー、スペシャルアタック、ワイルド、ワイルド。なるほど、さて見せてもらおう。ハメハメだ、その力が。ほらそんなこと言うんじゃない。この G ユニバースに足るものかを。お前のモビルスーツかっこいいよな。招待機、パイロットはプログラマー。どこだどこだ、見えない見えない。君は何者なの。そのモビルスーツは。私のデータは与えられていない。あ、これになるのか。変形の場合は必殺技扱いということか。パイロットの腕は申し分ない。なるほど、アップデート前のラトレイヤーでは厳しい。今回はそれぞれわけ。さすがだな小隊長、やはり機体のアップデートが必要。ハーメス・マーキュリーのさ、サングラスってさ、ドンブラザーズのあのサングラスに似てない。若干。何者なの。ガンダム・ラトレイヤー、やっぱりデータにないんだよね。あの膝男、何をどこまで知ってるのかしら。ユノ姉さん、いやでもあの人はあのガンダムのこと自慢すると結構ね饒舌になるよ。このミッションのデータが機嫌良くなるから。はぁ、ほんとどこまでも迷惑だ。さくら、ブレイクアウト急いで。ミッションコンプリート。使ってみた感じ、そうだな、まあまあ使いやすいっちゃ使いやすいんじゃないですかね。あんまりちょっと違いが分かんなかった。はい、じゃあとりあえずストーリーを進めていきましょうか。08招待はクリアしたので、次はどこに行こうか。シード行くか。で、料金の方を一応今強いのはナイトガンダムと、コマンドガンダムなんで。天に代わりて悪を打つ。ナイトとコマンドの友情ポイントをとりあえず稼ぎたいなと思って、やっていきましょうかね。これ逆にするとどうなのか。鉄火団、三日月オーガス。今日のマシンガンは会長だぜ。で、こうして正義は我にあり。出撃してみましょうか。あ、俳優もいるんだ。へえ。ここがアラスカ基地。もう戦場だね。これだよ、サイクロプス。何この数。ナイトの旦那、あんたの剣と槍さばき当てにしてるぜ。俺は撃ちまくるからよ。コマンド殿の大砲も引けを取ってはいない。命ある限り戦いましょうぞ。いいね、いいね。そりゃこのアラスカ基地を丸ごと吹き飛ばすつもりだからね。逆転の策って、自爆装置。ダッシュどうだ。そういうこと。小隊長さん、隔壁を開けるスイッチを探して。ダッシュ
これか。開く。A かよ。A ボタン。アレルヤ来ちゃったよ。マイスター。あっ。アレルヤホッテズム君。彼はソレスタルビーンのアリオスガンダム。こちらソレスタルビーンのサポート部隊。あれ？すまない。援護をお願いできる。こっちか。了解です。急ぎましょう。この基地自爆攻撃に入るんです。そんなやり方で本当の平和が得られるわけが。でも見えない。戦場はここじゃない。待て待て待て、どこ向いてんの。総隊長さんが占領するからね。前衛は任せた。アレリア発揮する。目標を迎撃する。総隊長、核兵器を開けながら進んで。まあ敵襲。西暦の時代だけじゃなく、宇宙世紀からもプレイグ伝承が起こってる。西暦から枝分かれした2つの歴史、関連性はあるのかしら。空中コンボまだ成功できない。そこってどこ？見えない見えない。正義は我にあり。あ、しまった。ロックがね、ロック。どこ？何が来てる？あ、いた。あ、出る。まだか。外されるじゃっ。逆落ちる。やったら無理無理。外される。打ち上げで大きものを救うため打ち上げコンボがなかった。引っかかってこんな小さいところにも引っかかんのかよ。厳しいね。目的は何だろう。このアラスカ基地地球連合軍最高司令部通称ジョシュアの制圧作戦によりザフト地上軍の訪問が続けまれた。一気に戦争を終わらせるためにそれを一網打尽にするのがサイクロプス爆弾なの。簡単に言うと特大のマイクロ波発生用装置。副射熱で周囲の水分を振動加熱させて、あの大きさと火星を爆発するまでぶん回した。まさかマイクロ破壊熱でこの基地どころか。そう、周囲10キロはクレーターになる。普通にザクがさ後ろにいるのにさ、君たちは何やってんだい。小隊長さん、アレイヤ君急いで。しれーっとサイクロプスが稼働したら敵味方関係なく全滅だよ。分かってはいるんだよ、分かってはいるんだけどね。一刻も早く脱出しなきゃいけないのに。そこまでして戦争がしたいのか。ザフト軍は自爆のことは知らないんだよ。アレリア、世界の悪意だ。アリオスガンダムのブレイク反応。だこの国民ダムに僕たちの責任なら今の僕には戦う理由がある。そこガンダムマイスターが消えたの。自分の意思でブレイクアウトしたの。そんなことか。サクラ、問題があるの？大丈夫。さあ、この先にアークエンジェルがいるはずだよ。ガンダム、何かあるの？ガンダムはその世界の軸となる特殊な存在。いた。ていうかね、正直ね、ダブルオーの世界よりもね、このシードの世界の方が悪意がありすぎるんだよね。平気でその非人道的なことをやる。すぐに撤退だ。たとえジャブルを落とせたとしてもそれで戦争が終わるとは思えない。ワークエンジェルが撃沈。それにアプサラス3。アプサラスってジオンの伸びるアーマー。いや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 、その最終型だよ。どうしてここに。それに様子もおかしい。脅しなさい。無用な争いはしたくないのです。見えない。期待のこのポイントであっちょうだい出るぞ。あ、違う。
あれクリアなの？いやいや、あれクリアなの？いやいやなんかすごいカオスだな。なんだろうな、なんて言えばいいのかな、なんかすごいよね。あ、陸戦型ガンダム。いいっすね、陸戦型ガンダム。まあプレイヤブルで使う性能としてはね、プレイヤブルで使う性能としてはそんなに上々ではないんですけども、機体自体はですね、私好きですよ。白そっちなんだ。機体自体はね、陸戦型ガンダム好きなんですよね。08小隊のモビルスーツね、あれああいう形のやつは結構好きですね。 EG8 も好きですよ。陸戦型ジムも好きですよね。陸戦型ジムスナイパーもまあなかなか素晴らしいところがありますからね。はい、というわけで、ミッションクリアいたしましてね、トゥルーが、復活しましたね。あ、トゥルーが入りましたね。どうしようかな。とりあえず、性能を見てシードのところをちょっとクリアしたので、今回はこの辺で終了したいと思います。次回はですね、ブレイクダブルをやって、多分そしたらこっちが解放されると、こっちが解放されると思うので、ダブルをやって、08は最後に残しておこうか、トゥルーはね。はい、というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。それではまた次回、バイバイ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。